こんにちは、小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、遠隔とはいえ1年ぶりにあの素潜り漁師マサルさんとですねコラボということで、胸がですね躍っております。で、今日マサルさんからいいものをいただきました。その捕獲シーンとマサルさんからのメッセージがありますので、まずはそちらをどうぞ。ハマリスの皆さん、はじめまして、どうもマサルです。今日はですね、浜湯さんに伊勢エビをね送らせていただいたんですけども、一つだけねちょっと、ね、言っとかなきゃいけないことがあって、実はエビってたくさん食べすぎるとちょっとお腹がね緩くなるんですよ。なんで浜湯さん絶対に一気に食べちゃダメですよ。で、あとですね、捕獲映像の方もね送っといたんで、そちらの方もぜひぜひご覧になってください。ということで、それではマサルさんの伊勢エビ漁を見ていきましょう。いきなりヒットですね。いきなり伊勢エビをヒットしました。このマジックハンドのようなやつで取っていきます。ちなみに皆さん、これいくらすると思います？なんとね、4万円から5万円ぐらいするんですよ。で、さっきヒットしたやつは多分小さすぎたんで逃がしたんでしょうね。ヒットしなかったですね。すごい大変だ。いけるか。ヒット、無事にねヒットすることができました。ちなみにこのヒットっていうのはマサルさんがね、マサルさんの、なんていうのかな、フレーズですね。僕が好きなやつです。こう魚を突いた時にね、ヒットって言うんですよ。で、まあ、この動画の説明全然してないんですけど、こうやってね、暗い海の中、伊勢エビちゃんが奥の方にいるので、それを探して、ごめんなさい、探して、なんかあの、ヒットしていくというですね、そういう動画でした。難しいんでしょうけど、僕もね、いつかね、やらせてもらえたらなと思います。マサルさん、映像の提供ありがとうございました。マサルちゃんの、マサルちゃんじゃないわ、マサルさんのチャンネルは概要欄からどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。というわけで、マサルさんからいただいたものが、はい、こちら大量の伊勢エビです。で、これ普通の伊勢エビと違って、さらに2種類います。こっちの緑っぽいのがおそらく島の伊勢エビというやつですね。で、こっちの赤いのがおそらくカノコ伊勢エビです。もう違いは本当にね、色ぐらいでしかね僕は判断がつきません。合ってるかはちょっと微妙です。で、当初はね食べ比べ企画をしようかなと思ったんですけど、マサルさん曰く味に違いがないそうなんで、もうごちゃ混ぜでいきたいと思います。で、どっちの伊勢エビもあのメジャーな伊勢エビと同様なようにお高くて、で、なおかつ美味しそうです。楽しみですね。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。で、今日はこれを刺身とおしゃぶしゃぶとマヨネーズ焼き、この3品でいきたいと思います。で、どれもでっかいけど、これが一番でかいですね。もう僕の手と頭が同じぐらい、30センチ以上はあるかな。で、これちょっとのけて、で、これものけて、これものけて、で、この2杯をちょっとねチーズ焼きに半分に割っていきます。じゃあまずデバで半分に割っていきます。じゃあ包丁を突き刺して割っていきます。硬いな。よし、うわ、味噌もたっぷり。なんかちょっと普通の伊勢エビより硬い気がしますね。ちょっと下の方はハサミで。はい、なんとか2つに割れました。めっちゃ硬い。ちょっと最初からハサミでいって、ハサミのがやりやすいな。で、頭の方をちょっとこれで軽く割っとこう。よし、開いたらまたハサミ。で、ちなみにお手手超痛いんで、軍手つけた方がいいです。よし、なんとかもう一個も割れました。はい、これで4つとも真っ二つに割れました。そしたら次にニンニクマヨネーズを作っていきます。まずはマヨネーズを入れて、で、チューブニンニクを加えます。そしたら混ぜて、でも塩コショウも加えておきましょう。で、味見、クソうまい。で、さらに小豆島の名産ごま油をちょっと加えて香り付けで混ぜたら、はい、ニンニクマヨネーズの完成です。そしたらコンロを広げて、マサルさんの伊勢エビを並べていきます。もうちょっと3つしか入らんな。で、ここにマヨネーズをたっぷり塗り込みます。塗り込む、まあ塗ろう。
はい、そしてたっぷりとニンニクマヨネーズを塗り込んだら蓋を閉じて、これでじっくりとやりたいと思います。よし、はい、でこれは待ちます。で、刺身としゃぶしゃぶって言ったんですけど、ちょっとね、僕が解凍してから、するまでにね、手間取ってしまったので生はやめて、あとはエビチリともう贅沢にね、茹でたいと思います。ボイルにしたいと思います。ちょっと急遽変更です。で、次エビチリを出していきます。よし、これでいいかな。エビチリ用なんで一応身だけにね、食べやすくしましょう。で、頭とこの身の間に包丁を入れて、で、周りも、入れていきます。で、周り入れてあげると、引っ張って取れるので、これで OK です。で、これ頭の方はもう味噌汁に入れます。じゃあどんどんやっていきましょう。包丁を周りぐるり入れて、で、引っこ抜きます。よいしょ、はい、で、小餅も一緒ですね。よし、 OK。で、甲殻類って生きてないとなんか剥がれにくいようなね、勝手なイメージがあるんですけど、ちょっとやってみます。で、まず尻尾の左右にちょっとね、切れ込みを入れて、で、回して取ると確かあれが取れるんですよ、綿が。ほら、よし、これで綿が取れました。で、次この側面をハサミで切ります。まあね、包丁で切った方がかっこいいんですけど、ちょっとかけたら嫌だなって思って、で、剥がして、で、僕の記憶が確かなら、スプーンでこう横を取ると取りやすかったと思う。横に、殻に沿って。よし、お、でかっ。めっちゃすごいでかみが取れました。じゃあ残り2つもやっていきます。次ね、このままやってみましょう。ちょっとね、いろんなことにチャレンジするのはいいことだ。このままやってもできるかもしれない。で、剥いで、で、周りを切る。で、綿を抜きます。おお、気持ちいい。まあ結局手順のね、違いで手数は一緒なんで、ちょっとどっちがいいかはね、人それぞれですけど。うわ、でかい、めっちゃうまそう。ほら、これエビフライ、あ、エビフライしよっかな。やば、興奮してきた。で、ちょっと卵付きは取っておきましょう。よし、はい、じゃあ伊勢エビの卵が取れました。なんかね、あの渡りガニの外子と一緒でジャコジャコしてそうですね。まあ一応ね、置いとってみましょう。で、同じように左右切って、で、綿抜いて、で、身を取り出します。はい、これで3つの身が取れました。もうさながらオウムですね。はい、じゃあ次はこれを切ります。はい、せーの、狙いを定めて、ヒット、バットン。ヒットっていうのはね、マサルさんのなんか両動画での決め台詞みたいなね、やつです。よし、行こう。じゃあこれを、一口大よりちょっと大きいぐらい、唐揚げサイズぐらいに切っていきます。わあ、これはすごいな。はい、 OK。 でも、卵も混ぜちゃおっか。卵も混ぜて一緒に焼きます。はい、そしたらフライパンを用意して油を注ぎます。で、火をつけて、そしたらここにエビを投入で炒めていきます。で、ちょっと酒を加えて、あとはじっくり火を通していきます。はい、そして火が通ってきたら、こちら中華料理系 YouTuber のミロックさんが元祖シャーレンっていうなんかエビのチリソースを、この間ね、くれたんで、それを中に入れていきます。この間暴飲暴食でも食べたんですけど、これがね、めっちゃうまい。で、ソースを入れたら、次水溶き片栗粉を加えます。あ、少量ずつなのに一品に行き過ぎた。うわ、うまそうやな。で、さらにちょっとラー油も加えて、じゃあ火を止めてお皿に、入れていきます。うわ、すごい。はい、そしたらマサルさん伊勢エビのエビチリ完成です。じゃあ次、この超特大で天ぷら作っていきます。まあ大きくてもやることは一緒です。これもね、クッククッと周りをクックってやって、で、ひねって取るだけ。よし。で、天ぷらはやっぱ尻尾残したいんで、ちょっと周りこうさっき取って、よし。で、ここビローンと剥いで、で、先にちょっとね、スプーンで剥がしていきましょうこれ天ぷらとかやばない。で、こっちが尻尾までいったら、次こっちをね、剥がしていきます。甲羅を取っていく。で、
甲羅だけ取って、はい、これで尻尾と身になりました。でまだ背わたが入ってるんで背わたを抜いていきます。多分尻尾の方から取らないと取れないんで、尻尾の方入れてこうやって取っていきます。でこっちは抜く、よし、でこれで準備 OK。 で天ぷらの前に、水を用意して、もうこれ入れとってね、ボイルしておきます。まあボイルというか味噌汁の出汁。でこれは横に置いておいて、もうね火をつけておきましょう。それでまあ蓋をしてね、ホットプレイです。でちょっとでかすぎてね、火の通りが悪いかと思うんで、斜めに切れ込みを入れてで伸ばします。これで伸びるんだった気がします。間違ってるかな、なんか違うな。まあいいや。じゃあ次軽く打ち粉をして、でまあ跳ねにくくしましょう。よし。で天ぷら粉も用意したら、前回の思い出を入れておきます。上澄みだけ入れよう。よし。じゃあちょっと皿も足して、これでレベルアップしたら、なんとですね、エビフライを投入するシーンがね入ってませんでした。あんまりこれ分厚いんでね、ちょっと低めの温度でじっくりやっていきます。あちゃ、だいぶいい感じになってきました。あ、ちょっと焦げちゃった。はい、じゃあもう上がっただろうということで揚げていきます。よいしょ、めっちゃでかい。でお皿に、まあ、ちょっと葉っぱをのすだけの簡易的なんですが、でここに伊勢海老の、天ぷらをのせれば完成です。こっち、はい、マサルさんの伊勢海老天ぷら完成。はい、いきなりなんですが、なんとね刺身ができました。冷凍庫の奥にね、たまたま1匹残ってたのを流水解凍で急激に、まあ、解凍したら、うまくですね、匂いもなく解凍することができました。でなんかね、ハロウィンっぽいもんも生かしとんでね、これもちょっとね飾ろう。よし、ちょうど赤がなかったからよく映えるぜ。はい、マサルさん伊勢海老を作り完成。でおそらくマヨネーズ焼きもぬくもったんで揚げていきます。オープン。めっちゃうまそうですね。よし、あちゃちゃちゃ、あちゃ、うん、よし、あちゃ。でこれしなしなのパセリがあったんで、これをちょっと散らして、しなしなですけど、はい、伊勢海老のマヨネーズ焼き完成です。で味噌汁はね、じっくり出しとって、明日の僕の朝ごはんにしたいと思います。超楽しみ、これ絶対おいしい。それじゃあ小鳥、あ小鳥、天ぷらとお刺身。はい、それでは濱家とマサルのコラボ御膳完成です。御膳じゃねえけどな。これがマサルさんが取った伊勢海老のエビチリで、これがマサルさんの巨大天ぷらです。でこれがマサルさんのマヨネーズ焼きです。でお刺身。それじゃあ、てけよう、始めようか。いや、これはね、近年まれに見る大ごちそうでございます。それでは、いただきます。ビールを取り出して、ゴールデンタイム。で、今日ですね、たまたま会った大阪の視聴者さんの方からいただきました。秀樹さん、牧さん、ありがとうございます。タラちゃん、うまく入れることができたね。はい、はい、じゃあまずは乾杯。はあ、ようやく喉が治ってきて、ごっくりごっくり飲めます。じゃあまずはね、この巨大なね天ぷらいただきます。もう持てないんで手でいきます。まず塩から。じゃあこの顔ぐらいのいただきます。うん、もうね、今まで食ったどの伊勢海老の天ぷらよりもね、伊勢海老の天ぷら初めて食ったんだけど、エビの天ぷらよりもね美味しいです。もう身は甘いし、でかいから食い応えもこっついしね、最高。で次は天つゆにつけていただきます。うほー、うん、あー、俺は天つゆの方が好きだな。うまい、うん、最高。いやもうこれはね、ビールが止まりません。あー、うまい。そしたら次お刺身ですね、いただきます。甘そう。うん、うまい。一度冷凍してるんですけど、しっかりとした歯ごたえもあって、甘みもね、ねちょねちょと強いです。次はミロックさんのチリソースを使ったエビチリですね。これは反則でしょ、これ。触れてきた、うん、最初に来るガツンとしたね、エビの甘みの後にチリソースの辛みがね、ピリッときて、うまいことまとめてくれる。最高です。
で最後にイオンマヨネーズの、違うマヨネーズのじゃないな、伊勢海老のマヨネーズ焼きです。じゃあちょっと頭から取って、よいしょ、もう剥かずに豪快にむしり取っていきます。いや今鼻水出てるんですけども、こんなことがどうでもいいぐらいね、それぐらいねめちゃくちゃこの火を通すことによって甘みが出て、このマヨネーズとガーリックのねガーリックマヨがめっちゃ合う。これ一番美味しい。やばうまっ、反則やん。あうまっ、これは本当美味しいよ。もう味噌とも相性抜群やん。頭のミートカット、うまっ、この脳味噌のとこ、最高です。これはほんまに、もう美味しいが言いようがない。ちょっとねこのままじゃ止まらなくなっちゃうんで、一旦あとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、皆様まずはご視聴ありがとうございました。そしてマサルさん、めっちゃ美味しい伊勢海老ありがとうございました。いや今回はね本当にね、まあいつも美味しいんですけど、今回はね僕の中で一番美味しかったぐらいね美味しかったです。マサルさん本当に最高でした。皆さんももしね見かけたら買ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。まあそのうちですねマサルさんともコラボしたいと思います。それじゃあね、バイバイ。